C-32C-32AC-32 はアメリカ空軍が運用している要人輸送機、ボーイング757の軍用基盤であり、6機が製造された。このうち C-32A は主にアメリカが衆国副大統領の登場機としてのほか、ファーストレディア大統領顧問団、議会関係者の輸送にも用いられる。 VC-25 が乗り入れできない空港への輸送の際や2機の打ち方法が整備中の時に VC-25 に代わり大統領輸送任務に用いられたこともある。C-32A は老朽化した VC-137 の後継機としてすでにベストセラー旅客機となっていたボーイング757から200を用心輸送機として導入したものである。 1996年に VCX としてプロポーザル提案が実施され、購入契約は1996年8月に結ばれた。配備開始は1998年6月である。機体には後に民間のボーイング757と同様のウィングレット回収が加えられている。4機が導入され、アンドルーズ空軍基地の第89空輸航空団に、 配備されている。機体自身は商用機であるが、内装は軍用、VIP 輸送用に回収されている。機体全部には通信室やギャレー、10席のビジネスシートがある。その後方はベッドや洗面所も用意された特別席区画となっている。さらにスタッフ用の8席のビジネスシートがあり、最後方は32席のビジネスシートや洗面所などとなっている。 C-32 は VC-137 と比較し燃費が倍以上良くなり41.7トンの燃料を搭載した場合1万キロメートルを飛行でき VC-137 の場合よりも短い長さ1500メートルの滑走路で運用できる空中衝突防止装置や対地接近警報装置の搭載により安全性も向上しているこのか。 C-32B が緊急事態所、要因輸送用に2機導入されている。こちらには、ウィングレット回収はされておらず、エンジンは C-32 が P&WPW2040 であるのに対し、C-32B は、ロールスロイス社製のロールスロイス RB211 である。ありがとうございます。